静かなる防衛の時間です。遼寧がグアム沖まで航行を始めました。遼寧がグアム島沖周辺海域を今月6隻の軍艦とともに航行しています。今月6月11日に宮古島をと沖縄通過した後、沖の鳥島周辺海域を通り、グアム島周辺を回り、南シナ海へと航行しました。日本では28、29日 G20 が始まります。これを見据えて日米牽制をしてきたのかなと思われます。いつも霊感もまた合同訓練を行っています。注目はこの G20 での米中貿易摩擦の行方がまだはっきりとは分かっていません。引き金はファーウェイ、5G 戦争が発端になっています。中国空母遼寧存在も気になるのですが、その次の自国建造する001空母もまた進化しているものと思われます。遼寧よりも航続距離は長くなっているはずです。この 5G 戦争ですが、世界でファーウェイを締め出す作戦に出ています。日本はもちろんファーウェイは使いません。少し高額ですが、別の 5G 機器を導入する予定です。
ではなぜ 5G がこれほど重要なのか。5G 通信世界一になるとプログラム次第では全てを抜き取ることができます。その仕組みをチップに仕込んでいる。またそれも中国が信用できないところでもあります。サイバー空間は非常に分からないところで、誰がどうやって極秘事項を盗むか、そこもまた腕次第となってきます。サイバー空間ではやはり中国の方が少し上を行っているようにも感じます。なぜ中国が脅威なのか。それは中国の 5G は安い、これにつきますね。サイバーセキュリティを防衛するという観点からも、やはり中国製は導入不可。それに伴い中国の空母もまた少しずつ進化しています。次の001自国建造空母、もうすぐ就役すると思われます。まだ艦載する戦闘機数が少ない、17機、まだまだ空母は米国が世界一です。17機ぐらいの艦載量だとそこまで恐れるほどでもないと思われますが、ものすごいスピードで建造してきます。人が多く建造コストも安い。やはりこれは強いですね。今003空母まで出来上がっている、建造している途中です。
両年も少し前まではこういう経路で戻っていたんですが、今回はグアム周辺まで来ています。それに伴い、やはり日本も防衛力への費用はまだまだかかってくるでしょう。今日のご視聴ありがとうございました。新しいチャンネル作ったんで、説明欄から登録お願いします。